おはようございます。おはようございます。東京向けです。7月18日月曜日です。 MK ディスタンス当日です。今日もねレースが午後5時くらいからなので、午前中これからゆっくり体をほぐしてジョギングしてからレース向かいたいと思います。今はちょっと蒸し暑いって感じなんですけど、レース中は34度とかまで上がるっぽいので、目標は4分30秒切り切るように頑張りたいと思います。またね今日レースの当日の様子を撮っていきたいと思います。じゃあまずは朝練行ってきます。よいしょ。はい、朝練終わりました。暑いですね。30分くらい走ろうと思ったんですけど、ムシムシしてるのでちょっと20分くらいで15分くらいですね切り上げてます。昨日世界陸上のマラソン見てから寝たので、ちょっと寝不足で体が重いかなっていう感じですね。今8時、あと8時間後にはもうスタートしてるので、これからしっかりストレッチして使いたいと思います。体は調子は悪くないかなっていうところなんで、しっかり4分30切れるように頑張りたいと思います。練習終わってストレッチして朝ごはん食べて、今午後10時くらいですね。スタートまであと、土曜日に結構ブレイクダウン、こんな感じのドーンってメニューやったので、そのダメージが少し残ってるんですけど、で昨日も普通に13キロくらいジョギング、15キロくらいかジョギングをして今日っていう感じです。練習の流れとしてそんなにこうしっかり調整っていうわけではないんですけど、流れの一環でしっかり走っていきたいなと思います。めちゃくちゃ暑いです。10時でこんなに暑いってことはちょっと気をつけないといけないですね。午後2時ですね。出発します。レースまであと2時間くらいです。渋谷まで30分くらいで行けるので、会場には1時間半くらい前に行けると思います。では行ってきます。代々木公園に着きました。のどかな祝日っていう感じですね。みんなこうリラックスしてます。気温は30度くらいですかね。暑いです。駅から歩いてきてるだけでもう汗ダクダクって感じですね。すごい久しぶりの小田フィールド代々木公園なので、リニューアルしてから初めてかもしれないですね。新しいタータンを楽しみながら頑張りたいと思います。よし、気合入れていきましょう。なんか小田フィールド近づいてきたんですけど、全然ランナーさんっぽい人が見当たらなくて、ちょっと本当にあれ会場小田フィールドで合ってるんだっけっていうすごい不安な気持ちになってます。なんかあれかな、僕時間間違えてんのかな。めちゃくちゃ涼しくて整いそうです。アップ終わりました。 2.5 キロくらいジョギングしてこんな感じです。ち
調子は普通って感じですかね。気温が暑いのでパパッと早くゴールして暑さの影響を受けないようにしたいと思います。オンエアマーク。お疲れ様でした。1500m 終わりました。ちょっときつすぎて、なんか毎回同じ展開っていう感じで、前半3分で入って後半が全然上がってこないっていう感じですね。ラスト足が残ってると思って自分は走ってるんですけど全然残ってないみたいな感じです。ちょっと原因がわからないですね。オドフィールの芝生でダウンしてます。結構ふかふかです。ちょっとねレースはダメだったけど、しっかり切り替えてここで長めに今日はジョギングして帰りたいと思います。今ねレースが終わって芝生でゆっくりジョギング10キロくらいですかねして、こんな感じでした。ドンでシャワーを浴びてこれから最終組です。だいぶ空も暗くなってきていい感じの時間帯なので、結構気候条件が7月の中旬にしてはいいんじゃないかなっていう感じなので、好記録がもしかしたら出るんじゃないかなっていう感じです。なんか暑すぎず寒すぎず風もないんで走りやすいんじゃないかな。はい、MK ディスタンス終わりました。今から帰ります。今夜の7時ですね。最終組応援してたんですけど、やっぱりこう刺激になるレースが多かったかなっていうところです。やっぱなんか感じたのはジョギングちゃんとしなきゃダメだなっていうので、なんかこう一つのポイント練習をしっかりこなせてタイムが劇的に伸びるっていうのはあんまりないと思うんですけど、3ヶ月とかしっかりジョギングやったら爆発的に伸びるっていうことはあるのかなっていうふうに個人的に今日思っていて、その土台がないのに僕はちょっとタイムばかり求めてしまって今日みたいに結果になってしまったかなっていうのを感じてます。8月はもうあんまりレースに今のところはエントリーしてないので、練習主体で記録を狙うみたいなことはせずにしっかり練習していこうかなっていう感じです。うん、タイムはあんまりでしたけどいいもの見れたというか刺激になるレースが多かったかなっていうところです。ちょっと画面も暗いのでちょっと締まりが悪いですが、次のレースっていうよりは次の練習の動画とかになると思うんですけど、あとは練習の一環として何かレースに出るっていうのは全然ありえるかなとは思うので、強制せずにしっかり頑張っていきたいと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。では
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter では日々の練習食事などについて発信しています。よろしくお願いいたします。